Hi there. Thanks for indulging me by coming back. And now, in what is no doubt a display of really bad judgment, I have for you The Invisible Man versus the Human Fly. Enjoy!先生、いかがですか？もう大丈夫だ。よかったわ。月岡君、心配していたのよ。お、若林君、ちょっと。実は飛行中に殺人事件が起こったもんだから、一応調べの通までご迷惑だが、乗客の皆さんにも残っていただいてるんだ。うん、早川博士だいぶ苦しそうだな。ああ、九州の公園先で心臓の発作を起こしてね。うん、できたらすぐ連れて帰りたいんだが、どうだろうな。ああ、いいよ、すぐお連れしたまえ。そうかい。改めてこっちから伺うよ。博士の席はちょうど被害者の隣り合わせだったんだね。うん、じゃあ。うん、
お待たせしました。どうぞ楽に。ところで、被害者はあなたがアイスクリームを配り始めたときに化粧室に入っていき、そのまま殺害されたというわけですか？ええ、確かそうだと思います。で、その間に席を立った人は？ええ、私ずっと化粧室の近くにいたんですけど、どなたもお入りになりませんでした。乗客はもちろん、乗員につきましても徹底的に調べたんでありますが、被害者渡辺良一に対して怨恨はあろうか、何らかの線でのつながりを持つものさえ見当たらぬ状態であります。被害者が社長をしている渡辺建設は戦後設立された会社でありまして、事業内容は堅実で、自殺をするような理由は全然考えられません。先ほども述べましたように、状況は明らかに他殺であります。しかし、現実には犯人の出入りが不可能であったと断じざるを得ません。刑事部長、最近の凶悪事件で未解決のもの。過去3ヶ月間の殺人事件は今回のものを除いて5件、1、2件は解決を見ております。なお、銀座の金宝堂及び日本橋の大正信用金庫の強盗事件は未解決になっております。今度の事件を入れると6人の人命と3000万円の被害金額になる。各捜査本部の努力に加わらず、いまだに犯人の片鱗だにつかむことができない。世論もだいぶ高まってきたし、政治問題に発展する恐れも十分にある。まさか同一犯人の仕業とは思えないが、犯人の手がかりが全くないという点では共通しているとも考えられる。そうか、私もそのことを考えておりましたが、犯人の手がかりがないということのほかに、この殺人事件にはもう一つ共通している点があります。どういうことかね。それは、被害者がいずれも激しい恐怖を浮かべていながら、ほとんど無抵抗で殺害されているという事実です。恐怖と無抵抗か。明らかに相反する二つの要素が同時に現れているというのは、ひょっとするとこれが事件を解く鍵になるかもしれんね。すると、犯人の見当は全然つかないっていうわけですか？じゃあ、差し当たる一番怪しいのは、隣の席にいたお父様ね。まあ、そういうことになるかね。実は、それで伺ったんですがね。何かお話になったとすれば、その中から何かヒントが得られやしないかと思いましてね。いや、それがね、私もすっかり参ってたもんですから、口を聞くどころじゃなかったんですよ。そうでしたか。はい。おう、よう、どうだい、犯人の方は？ダメなんだよ。そうか。しかし、飛んでいる飛行機ってのは一種の密室だからな。犯人は絶対その飛行機の中にいたはずだよ。先生も含めてね。そうなんだ。犯人が透明人間でもない限りね。透明人間の存在もあながち空想ではなくなってきたんですよ。杉岡君、見せてあげなさい。若林さんならいいだろう。どうぞ。じゃあちょっと失礼します。
なかなか変わった仕掛けだね。いや、いや。